アリーナは長野県長野市に拠点を置く貸切バス事業者である。1990年5月に人材派遣会社として設立。その後産業廃棄物の輸送事業や携帯電話の販売店にへの事業展開も行う。自動車関連の事業は1998年に別会社として設立したレンタカー事業からで、翌年には合併で自社事業としている。 2000年には、貸切バス事業にも着手し、同年に現社名へ変更している。http://www.arenabus.jp スラッシュ貸切バスを運営し、大型車両からマイクロバスまでの各種車両を保有している。自社で旅行業登録を行った上で、自社企画の会員制都市間、ツアーバスの運行にも携わっている。 2009年まではアリーナバスの名称でツアーバス運行を行っていたが一般公募によりアレックスという名称に変更することになった。またツアーバス車両にアルコールを検知するとエンジンが起動しないというアルコールインターロック装置を装備した車両を導入しており同社では業界諸と謳っている。2013年8月の新高速バス制度移行を機に ツアーバス運行業務から撤退する。長野東京線のミウィラーとの合弁会社であるウィラー、エクスプレス北信越が引き継ぐ。大型リフト付き車両を4台保有しており、2019年7月にはドライバー非常事態をシステム搭載のリフト付き車両を導入した。ありがとうございます。